ゴルフ道場加藤パーシモン加藤です。中古クラブシダ検証、結構ね、中古クラブシダ検証がただの中古クラブじゃなくて、激レア中古クラブシダ検証みたいになっちゃってたところがあったんで、もうちょっとね、こう、あ、それ良さそうだな、売ってんのかなって言って探して見つかりそうなクラブをね、もっとね検証していこうと思ってます。はい、今回もまあまあ球数はだいぶ多いのかなっていうクラブなんですけど、こちら R7、 反射しちゃったこれが見えるか、テーラーメイドの R7、 ただの R7 じゃなくて、ドローっていうモデルですね。はい、 R7 ドローの3と5です。はい、で5は純正の、これなんだろう、50って50グラム台かな、の S シャフトね。で3の方は、2シャフトしてあって、こんなんランバックスの R になってるんです。でこっちが R だったんで、でセットでじゃあって言って、そしたらもう交渉で全然格安ですよ。2本で、宝島の満腹コースぐらい、満腹コースかな宝島好きなんです。はい、そんな感じです。でこれをちょっと打ってみたいと思います。できます。でちょっと5番から、5番が、純正の S なんで、5番からまず行ってみたいと思います。でよくこういうモデルドローって書いてあると、とんでもないフックフェースだったりするんですけど、まあ後でこうポンと置いた状態の、写真も貼り付けておきますけど、全然いい、スクエアです。多分このウエイトだと思うんですよね。もうこっちにウエイト入れてるんでドローって言ってんのかなってとこなんですけど、じゃあ実際それどうなのかってとこですよね。飛んでな、本当かね、こんな飛んでない？ねえな、これで今思いっきり右プッシュアウトスライスでしたけど、なんかね、来角かな、もうちょなんかこう気持ち悪いんで、こういろいろやってて、ちょっと今いろいろ探ってる状態です。これはね、私には合わない、こういうクラブを打ち続けてるとおかしくなるんで、これは私には合わないという結果です。ただドロー、ちょっと
ょっと別にそんな特別捕まりやすいとかっていう感じはしなかったですね。実に3番ですね。2シャフトしてある3番。ドローン打たなきゃみたいな感じになっちゃうじゃない。ただでも構えてみるとドローン、うわもうグリップ切ったねえからグローン真っ黒になっちゃって、あの何ドローンって書いてあるからドローンドとしちゃってんですけど、ポンって置いた状態構えた感じだと、うん、もうフェード打てみたいな顔してるんですよ。ちょっとそこがあのさっきの5番打った敗因でした。フェードインのイメージ強いんで、で打って、まあ、イメージ通りでした今のは。いいです、こっちはね打ちやすい、私のイメージ通りで打ててるし、まあ、あんな感じでビリビリ引っ掛けるんでいいんですけど、うん、こっちはまあちょっと面白いかなと、シャフトもまあちょうどいいんで面白いかなという感じですね。はい、ドローこれね、スライスドローを多分買おうと思う人はスライスの人だと思う。これを使うことでドローにはならないですね。もしかしたらそのスライスが、まあ、フェードぐらいにはなるかもしれないんですけど、ドローにはならないです。それそうです。基本打ち方は同じ打ち方してるわけだから、うん、だからこのね、ドライバーでもありましたけど、このドローンって書いてあるクラブにあの騙されちゃダメですね。まあ、最近はないですけどね、そういうクラブはね。ちょっと前あったんですよ、ドローってね。だからそれがスライス打つ人がそれ打ってドローになるかってならないです。仮に右曲がりじゃなくなったとしても多分引っ掛けになっちゃいますね。はい、うん、ということで今回は、R7 のドローっていう3番と5番を、しだしました。で、私パーシモンの方はここにドローって書いてあるからドローを打とうとしちゃって、失敗したんですけど、いつも通り自分の持ち球のフェードを打とうと思ったら、まあ、打ちやすいクラブでしたという結果でした。上からの写真貼っときますけど、本当に見た目はね、すっきりしていい顔してるんですよ。はい、なかなかのクラブです。はい、
中国クラブ志田健翔でした。ご視聴ありがとうございました。